夏沢高専出発、根石岳を経て東天狗岳、西天狗岳に登り、黒百合ヒュッテー、渋の湯へ下る一日コース。夕焼けをバックに穂高と槍がきれいに見えます。6時20分、出発。白花ヘビイチゴがすごいたくさん咲いています。おはようございます。この葉っぱが特徴。この葉っぱが特徴。山頂からの天狗岳は大迫力。8時50分、東天狗。鳳凰三山のオベルクスまで見える。こんな岩場にキバナノコマの爪。岩弁慶。
天狗岩の天狗岳の最後のきつい岩場の登りです。絶滅危惧種のミヤマモンキチョウ、ひらひら飛んでいた。天狗岳出てる。はい。東天狗から西天狗。東天狗から西天狗を撮ってます。緑が目にしみる、最高。岩だらけの道は険しい、厳しい。何回も西天狗を振り返る。厳しい下りがここまで1時間半。ヒュッテの主人が黒百合の群生地へ案内してくれた鹿よけの網の中だった。たくさんの黒百合を堪能できて、このコース選んで満足。まだ向こうに。そうですね。うん。黒百合ヒュッテから渋野湯への下りは、大きな石ゴロゴロの道が長く続く辛く厳しい道のりだった。